ありがとうございます。あと急ですが12時まで公演始まるのでね、公演12時だっけ12時半だっけ、まあ、12時までします。お昼ご飯食べる。こんにちは、こんにちは、ありがとうございます。こんにちは、花火ありがとうございます。 N いってらっしゃい。なんか豆腐麺、冷やしごま担々豆腐麺してます。あ、してますよね、食べます。星花火ありがとうございます。そう、ごま担々なんだっけ、冷やしごま担々豆腐麺自主練なのです。今日は寿司ティー着てます。絶対人いないでしょうって時にしか着れないから人に見つかると恥ずかしいのでね、まあ、と言いつつ全然普通に着るんだけど、今日は一人しかいないので着てます。そう、今日キャンプ行く人だからさ、誰も来てないかなと思って練習に。星花火ありがとうございます。そしたら誰もいなかったのでよかった。こんにちは、しみんありがとうございます。そう、ごま担々麺、豆腐麺なのでヘルシーに食べてます。ちょっとあの担々スープがさ、麺にあんまり絡まなくて困ってる。今劇場いいね。 お蕎麦茹でる、いいね。蕎麦一緒だね、麺と麺だ。うん、初青春明日の夜、ありがとうございます。明日本当によしみんの方多そうで嬉しい。たくさんよしみんコールしてくださいね。みんな運動いいね、もぐもぐ。20時までか、キャンプ。そう、夜配信は20時半くらいから21時過ぎくらいまでかな。キャンプ終わり次第キャンプ終わり次第ショールーム始めようと思ってる。まあ20時過ぎだけど、もしかしたらキャンプの伸びるかもじゃん、わかんないけど、もし伸びたらあれだから、被らないくらい20時過ぎキャンプ終わり次第やろうと思ってます。ふん星花火ありがとうございます。楽しみすぎる、あれも楽しみ。よしみのこと見てる、ほんま嬉しい、ありがとうございます。緊張するな。いや、久しぶりやからめっちゃ緊張する。間違えてたら温かい目で見てくださいでも M の方が緊張するかも。 B2 意外と覚えてたんですよ、なんとびっくり。だけど M の方が緊張する。なんといっても学校の後やからさ、早く行って練習できひんのが怖いんだよね。おいしい豆腐麺です。実は麺すすれないんだよね、あれどう頑張ってもすすれないんですよ。星花火ありがとうございます。星花火集めてます。そう、むせるっていうか
入らないんだよね。むせはしないんだけど麺が止まっちゃうんだよね。すすってもすすっても入ってこない。なんか練習みたいなのあってさ、なんか水、コップの水で練習みたいなのあったからやってみたんだけどできなかった。そう、入っていかないんだよね。俺もすすれない、仲間と仲間。あー、つゆ跳ねるからすすれなくて。跳ねるんだ。そうなの。だからね、チュル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 ってする派。ラーメン屋さんですすってみたいよね。チュル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 ってやります。星花火ありがとうございますね。麺の醍醐味がね。明日の髪型決めてないんだよね。でも B2 ってさ、明るい曲ばっかりだから可愛い髪型もなんかはっちゃけた髪型もできるじゃん。若田もさ、くまちゃんとかやってたし。 M って世代交代はどちらかというと暗い系の曲が多いじゃん。で M は明るい曲も多いけど、意外とさ、暗いわけじゃないけど、なんか意外とかっこいい系の曲多いじゃん。だからあんまり可愛すぎるやつはあれなのかなとか思って、あんまりやらないんだけど、ハーフツインとか。でも B2 はほぼ9割可愛いというか明るい曲だから、可愛い髪型しようかな明日は。そう、あと黒い天使ずっとやってたからさ、ちょっとハーフツインで黒い天使あれかなと思ってずっとやってなかったから、明日ハーフツインしよっかな。なかなかできないしね。ツイン系あんまりできないんですよ M で。大人可愛いだしと思ってあんまりツインやらないんだけど、明日はツイン、ハーフツインやろうかな B2 さんで。まあ伝導率は置いといて、あれは置いといて、何の髪型しようかな。ズルズルズル、音だけは鳴るんだけど麺が入らないんだよね。ハートありがとうございます。星花火ありがとうございます。どうしようかな髪型。最近レパートリーがさ少なくなってきて思いつかないんだよね、ボブのアレンジ。でも9月になったら切りたいからさ、切ったらさらにレパートリー少なくなっちゃうんだよね。今長いからできてるみたいなとこあるんですよ、いろんなヘアアレンジ。さらに短くなったらもっとできなくなっちゃうから、どうしようかな。巻き下ろしばっかりになっちゃうかも。星花火ありがとうございます。口拭きました、めっちゃナチュラルに拭いちゃった。星花火ありがとうございます。どうしようかな、さすがになんか歯医者さんのイラストにありそうな女の子になっちゃう。 B2 にさ、ボブの方っていないよね。星花火ありがとうございます。明日はハーフツインしようかな、どっちか昼か夜かどっちかハーフツインする。よろしくお願いします。あ、若菜さんあれショート、ショートだよ。いいよね、ショートもいいよね。ちょっと勇気が出ないけど、星花火ありがとうございます。
お昼も可愛いね、ありがとうございます。すっぴんだけど星花火ありがとうございます。寿司ティーが似合うアイドル寿司ティーです。今日はおおびっくりした、寿司ティーです。星花火ありがとうございます。そう、意外とね竹とか好きなんですよ。竹感T シャツに竹感も何にもないでしょって思うかもしれないんですけど、竹感好きなんですよね。なんかこの辺で終わる T シャツが、もうちょっとか、この辺で終わる T シャツがアイネ的にね腕が長く見えると思っているんですけど、寿司ってちょっとちっちゃめだから竹感いいんですよね。寿司ティーで竹感もなんもないでしょうって思うかもしれないけど、竹感が好きなんですでも恥ずかしいので一人の時しか着れません。今日は一人なので気軽に着てます。これ東京都庁で売ってます。東京都庁のお土産コーナーで GoTo トラベルのクーポンを使って買いました懐かしい、 GoTo トラベルとか絵柄が寿司じゃなければ寿司だからいいんだよ。お揃いできないかもしれないけど、まだ売ってるのかな、どうなんだろう。めっちゃ前だからもう売ってないかもわかんないけど。星花火ありがとうございます。星花火集めてます。やってた、こんばんは、やってます。あ、次の YouTube は28のメラバチバチの後できそうだったら28にしようかなっていう感じです。で、その後は31はルームス、31はルームスでね夜配信、誕生日配信しようと思ってるので、9月1日かな、あ、影山始まった、じゃあそろそろ終わりますね。そう、9月1日か8月28に YouTube したいと思います。一回ロームを挟んだので次は、ドラクエ4したいと思います。で、その次ときめもやろうと思ってます。あ、そうなんだ、2ヶ月前売ってたけどあ、やった、買わなかったんや、買おうよまあまあするんですよ。しかもこれあの観光客の方向け価格くらいするんですよ。そう、それをね日本人がまんまと買うっていうそう、ドラクエ4を交代交代にね1回、あ、動物タワーね、そう、この前カジュパやった時結構好評だったから、ただ全然 NNB 知らない方はちょっとカジュパはハードル高いので、確かに動物タワー面白いよねあれあの絵描きしりとりとかねやりたいなと思ってた。ドラクエを1回ずつ挟みながらいろんなのをやっていこうと思います。星花火ありがとうございます。じゃあ断じりしますね、 N 公演も始まるので。13位サカさんありがとうございます。12位ロンドベルさんありがとうございます。11位カッチャさんありがとうございます。10位カッチさんありがとうございます。9位森竹ちゃんありがとうございます。8位ヨシ君ありがとうございます。7位、デコデコさんありがとうございます。6位スティッチさんありがとうございます。5位ミョンさんありがとうございます。4位ハルさんありがとうございます。そして3位はテケ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 デンマキシさんでした、ありがとうございます。そして2位はテケ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 デンヤスさんでした、ありがとうございます。パチ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 。そしてこの配信の1位はテケ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 デンヨンさんでした、ありがとうございます。ありがとうございました。皆さんもお昼間に来てくださってありがとうございました。この後はチーム N エヌシップ公演、そして YNN ではイカスキャンプだっけ、イカスキャンプがありますのでぜひ見ましょう。姉は
夜は、キャンプが終わり次第8時15分くらいからまたショールームするので見に来てくださると嬉しいです。それでは次の配信も来てくれるかな。またねー、バイバーイ。またねー。